はい、大家好、我叫李石李李。皆さん、こんにちは。力石と申します。日本に来る前に、上海滞在の日本企業、商社マンの中国先生でした。主人は生徒の一人です。で、29年前に日本人の配偶者として横浜市に参りました。今は並木の現代カナダ地区センター、あとハケカコミュニティハウス、中国語を教えています。よろしくお願いいたします。はい、一辺を勉強していきたいと思います。一辺は何々をしながら何々をします。2つ動作、または2つ以上動作同時進行しています。今例をちょっと見てください。一边吃饭，一边看电视。ご飯を食べながらテレビを見ています。あと、また下の例を見てください。一边唱歌，一边跳舞。歌を歌いながらダンスをしています。一边喝茶，一边听京剧。お茶を飲みながら狂気を聞きます。それは私、中国時代、北京の人ですね。北京の人はお茶飲むのがすごく好きで、茶室はね、街中いっぱいありますので、とにかく朝ね、茶室行ってお茶飲みながら狂気、生の狂気も見ることができます。狂気は国粋で、日本といえば歌舞伎です。はい、下の一句。一边喝咖啡，一边谈生意。コーヒー飲みながらビジネスを商談してますね。商談してます。これは上海の人ですね。で、上海はやっぱり中国の経済、一番大きな街でビジネスは盛んでますよね。ある意味コーヒーバーでみんな友達と思ってた、実はね、ビジネスのいろいろ商談してます。はい、最後の一句。一边喝青岛啤酒，一边吃鲁菜。これはね、山東ね、青岛啤酒、山東省有名ですね。中国一番有名のビールで。鲁菜、実は鲁菜すごく有名で、歴史も長い北京料理の前身ですね。じゃあ、鲁菜いつから始まるかっていうと、北宋時代からね。北宋時代から始まります。そして明と清の時代は宮廷料理として使われています。なぜ鲁かというと、山東省、もともとはね、戦国時期は鲁国と呼ばれています。次、ちょっと見てみましょう。一边看动漫，动漫はアニメ。もしアニメの映画だったら片、もし本だったら书なります。一边看动漫，一边吃寿司。寿司は寿司、アニメを見ながらお寿司を食べています。これは日本人です。多分それは中国人、それを思ってます。 勝手に思ってます。はい、続いて。一边喝可乐，コカ・コーラ。一边吃汉堡包。ね、アメリカ人で街でコカ・コーラ飲みながらハンバーグ食べてます。美国人です。美国人。一遍一遍。新冠病毒。新冠病毒は今世界中に騒ぎになっているコロナですね。新冠病毒。
そしたら11月になるとインフルエンザもコロナと一緒になっても怖いですね。インフルエンザは中国語は、感冒は風邪ですね。インフルエンザは病毒性感冒、病毒はバイ菌ね、バイ菌があるからです。で、そしたら最後、ちょっと中国語の漢字、皆さんちょっと当たってみましょう。じゃあまずは、この字ですね。これは何でしょう？今日本の文化、とにかくアニメの文化ですごく中国に浸透してます。で、日本語を外来語としてそのまま使ってます。でも今外来語は2つ、中国は2つ訳ありますね。一つは音訳、ね、あともう一つは意訳がありますね。意味で訳してます。じゃあまず音訳ちょっと見てみます。これは何でしょう？実はこれはアニメの中見たらかわいい、ね、中国語と同じ発音でかわいい、ね、はい。次、音じゃなくて意味で訳してます。それもちょっと日本と関連があります。日本の大きな企業の一つで、何でしょう？軟、柔らかい。陰、ね、軟、柔らかい。陰、銀行。これはね、ソフトバンクですね。で、今たくさん、これからもたくさん日本企業、日本の文化そのままの外来をして中国を使っています。あと今ね、超超超中国もたくさんね、超を使っていますよ。はい、今日は一遍を勉強していました。一遍は何々をしながら何々をしています。2つ動作または2つ以上の動作同時進行しています。今は人生100年時代、主婦たちにとっては時短料理、時短家事一番人気です。これから日常生活ではなく中国語でも一遍何々をしながら何々をしていますを練習してください。中国の歴史文化興味を持って買った、ぜひ一度足を運んでください。無料体験見学、いつでもあなたをお待ちしております。最後、中国語で挨拶します。谢谢、再见。